そうですね、あの雨だったので、まあ、雨の状況での中でも空力だったりその足回りだったりいろいろちょくちょくやったんですけど、まあ、今シーズン雨が降ったレースに対してはすごくいいテストが、そういう風なレースに向けてはいいテストができたんじゃないのかなと思ってます。土日が、ね、晴れるっていう予報なので、まあ、そこそこに抑えて、でもその中でも楽しめたことは楽しめましたね。まずはうちに関しては予選で、上位並びたいので、まだ予選に対してのメニューがいっぱいあるんですよ。だから決勝に対してのやることよりも、もしかしたら予選に対してのそのメニューの方が多いかもしれないですね。まあいろいろ具体的に言えば、まあいろいろ足回りとかそこら辺ですね。今年はもう確実にチャンピオン取り行きたいですね。まあもう本当に、まあ、あえて目標といえばシーズンの最終戦前にチャンピオン決めたいっていうのが目標です。まあ、僕だけじゃなくて多分アンドレもオリビエラも塚越も伊沢もそういうことをね狙ってると思うんですけど、でもそうしたいなと。はい。まあ、今回ね東日本大震災においてはものすごい、大きなね被害をね受けた人っていうのはたくさんいると思うんですけれども、まあ、僕たちがねできることってのは本当に少ないことだと思うんですけども、いいレースをして、見に来た人に何かを印象付けるっていうのは、まあ、僕たちしかできないことだと思ってますので、そういうところで被災ね被害を受けた人たちが元気づけられたり勇気づけられたりしてくれたら嬉しいなと思ってます。はい。